はパリオリンピックのバックアップメンバーとしてパリに帯同しました佐々木隆成です。その岸本がかわしていってファールアップ、岸本隆一ファーストポイントはインサイドアタックから生まれました。佐々木のコントロール、去年はリーグトップの得点力を誇った3人ネオフェニックスです。デイビッド・ヌアバー、ここは吉井にボールを出しました。吉井のスリーポイント、最初のアテンプトで決めてきました。そうですね、リバウンドアルマです。大浦の積極的なアテンプトが目指します。さあ小野寺が走り込んでいました。いいですね。さあ前半最初のタイムアウトは3円です。3円のね、あのディフェンスの集中力っていうのが増してるような印象を受けますね。そしてツヤ、キャッチアンドフリーが来た。今日2本目、超えたツヤカズマ。そしてアルマのボールプッシュ、フーリーに入れます。フーリーここで打開していく、ジャック・フーリー、この表情です。さあこの得点でジャック・クーリーは B1&個人通算4000得点を達成しました。ジャック・クーリーです。佐々木ダジンスキー、ここそうですよね、ニャンテレイテン起点を、そして佐々木がパスにした、今度はレイテンだ、もう一回パス、トップからのスリーポイント、ダジンスキーが来た。3円残り21秒で逆転、琉球のホームで見せる見事な3エンド逆転劇。小野寺パスとして右のコーナー、やはり岸本です。チームを救う琉球の田尾、岸本龍一、沖縄アリーナの歓声を独り占め、84対84の同点に持ち込みました。